2つ目はキャンディー。はい、どうぞ。暇してますね。暇で暇で仕方ない。新しいおやつ食べたい人、新しいおもちゃ食べたい人、ハイタッチ、ハイタッチ。よし、ハニーおいで、こっちおいで。はい、ご飯。皆さんこんにちは、ハニーでーす。最近ね、梅雨で雨続きで、ハニーがもう暇して暇してしょうがなかったんですけど、なんと、じゃじゃん。ドキボックスさんから7月号いただきました。イエーイ。もうハニーが今にも待ちきれないって感じなので、早速開封していきます。たらーん。お、まずはなんかピンクと紫の可愛い紙。すごい色が。はい、じゃじゃん。うわー、可愛い。なにこれ、めっちゃ夢かわいい感じ。今月のテーマはワンダーキャンディ。ん、ねえねえねえ、まだ遊ばないで、返して。ねえ、まだ、ね、みんなと一緒に開けようよ。お座りしてください。そう、いい子ね。ねえ、怖い。怖いんですけど。はいはい、開けようね。はい、はい、おいで、ハニー。じゃあ一つ目、じゃじゃん、ロリポップ。このリボンはもうハニーが絶対に好き。で、見て、ハニー、いくよいくよ。じゃじゃん、これ渦巻きがこういう風に外れるみたいで、ここにおやつとか隠してノーズワークもできるみたいです。で、この真ん中の部分はピコピコ音が。二つ目はキャンディー。これは中がちょっと固めで取り外せるようになってます。あ、で、ここの部分がカサカサする音で、こんな風にワンちゃんが寄ってきてくれます。で、ここは結構硬い、ワンちゃんが外しがいがある感じですね。じゃん、取れちゃった。ハニーさん、取れちゃった。あ、なんかこの中におやつ入れて、これで蓋してもすごいノーズワークとして使えそうね。こういうの好きよね。ください。じゃあ一つ目のおやつはソーダ節ポップコーン。ワンちゃんのポップコーン初めて見た。二つ目のおやつは牛レバー。これは北海道産の牛レバーをじっくり乾燥させたおやつみたいです。レバーも歯に大好きで、鉄分も取れるので、よく手作りご飯の中にも入れてますね。レバーの匂いわかるよね。はい、じゃあ3つ目がフリーズドライの鶏ささみ。鶏ささみは脂肪分が少なくて、今歯にダイエット中なんですよ。この間動物病院で 6.1 キロちょっとって言われて、ベストは5キロギリギリ、6キロいかないぐらい、6キロいって少しくらいって言われたので、まあ、梅雨のね、運動不足も相まってちょっと太っちゃったので、おやつとかご飯もこういう低カロリーなもの取り入れてます。で、今月のお役立ちグッズはシーフリーブラッシング&スキンローション。国産の椿油を使ったブラッシングスプレー。ブラッシングスプレーか、いいね。歯にはよくブラッシングして、今の季節だとプールの後とかドッグランとかでブラッシングすることもあるので、これぐらいの手のひらサイズのスプレー、すごいありがたいです。はい、この3つどれ食べますか。どれから食べる。どれ、これ。よし、で、牛レバーからあげてみます。あ、結構固めの。待てよ、大きいね。あ、結構ちぎりやすいです。ドーナツ。はい、どうぞ。ここついてるよ、レバー。はい、スピン、スピン。
そう、偉いね。はい、ウィンク。ちょっとずれてる。ギャルみたいになってる。ウィンクこうでしょ？そうそうそう。どっちだ？それはどっち？こっち。はい。なんで教えてくれた？いた！これはサクッとした感じの質感です。軽い感じ。わー、これもゴロッとして美味しそう。まだ。どうぞ。こっちこっち。お手。もう一回お手。さらにもう一回お手。偉いね。鶏ささみもすごくお気に入りでした。最後は多分おそらく歯に人生初のポップコーン。うわー、すごい匂いする。食べたい。持ってみる？はい、どうぞ。いいよ、口の中に入れたらシューってなるんだよ。もうなくなっちゃったの？食べたでしょ？食べてないみたいな顔しないで。食べたの今。ちょっと不思議な感じするね。なんだかポップコーンちょっと不思議な顔で見つめてきます。はい、私も食べてみます。もうすごい匂いする。あ、痛い。痛い、取られた。食べようとしたら取られた。痛い。ギャングじゃん。食べてみたいの。うん、うん、うん、本当に鰹節味のポップコーン。もうすごい痛い、さっきのとこ。気に入ったみたいです。私も気に入りました。Ha ha ha.